どうも佐久間優吾です。早速本日のお題を読んでいきましょう。人生に役立つ情報を配信中。本日も共に学んでいきましょう。今日のお題は仮面をかぶって生きていませんか。こちらのお題を今から読んでいきます。私がウルトラマンの面をかぶって話をしていると、あなたは私のことをウルトラマンと思うでしょう。なんとなくウルトラマンとは違うなと気づいていても、ウルトラマンの顔をしているのでそう接するしかありません。お面をかぶっていると本当の顔が隠れてしまい、誤解を招いてしまいます。ウルトラマンの顔をしていると困った時には必ず呼ばれることになるでしょう。ウルトラマンは正義のために働き、悪者を退治することが仕事です。本物のウルトラマンであれば強い力を持っていますからまだいい。しかしウルトラマンの仮面をかぶっている人は本物ではありませんから、なんで俺がと困ってしまうことになります。そもそもウルトラマンの仮面をかぶっているのですから、みんながそう思ってしまうのは仕方ありません。誤解を招くことです。いずれにせよ仮面をかぶっている限り、すれ違ったやり取りが永遠と続くことでしょう。もちろんお面をかぶって学校や会社へ行く人はいません。しかし見栄や体制というお面をかぶって学校や会社へ行っている人はたくさんいるのです。もっと自分をよく見られたいという気持ちがあり、本当の自分の顔を出せないでいます。もっと頭がよく思われたい、もっとかっこいい人だと思われたい、もっと美人に見られたい、もっとお金持ちだと思われたい、すごい人だと思われたい、かっこいい車を自慢して見栄を張り、ショッピングの話をしてお金持ちであることをアピールします。あなたがお面をかぶっていると周りの人たちはそうした人かと思います。自分を偽ったことをしていると偽られた態度が跳ね返ってきます。みんな私のことを分かってくれない、自分のことを理解してもらえず苦しんでいる人がいます。本当の自分ではない顔になっているから、やり取りがすれ違うのは当然です。お金持ちの仮面をかぶっているとみんなあなたのことをお金持ちと思い、そのように接してきます。しかし本当のあなたはお金持ちではないですから、ここですれ違いが生まれます。もっと何々思われたいという気持ちは仮面であり、早く脱ぎ捨てた方がいいのです。すっぴんの顔は衝撃的ですが、嘘のない顔は遠回りに見え、実は一番の近道です。やり取りの誤解が少なくなり、素直な人間関係になります。今日の格言、仮面を脱ぎ捨てる。確かにね。仮面をかぶって生きたらずっとなりきれればいいですけどね。絶対ボロが出るはず。やっぱり素の自分でいられるのが一番楽なんじゃないですかね。だと思います。素の自分でもうなりきらないで、ありのままの、ありのままの自分らしく言った方がいいんじゃないですかね。はい、今日も勉強になりました。ご覧いただきまして誠にありがとうございます。それではまた、バイバイ、ドロン。